話すことで、できるのかということについてなんですけども、実際によく話すと、普通にだらだら、まあだらだらというか、ゆっくり話していこういうようなスピードで話していると、まあ、極端に遅くしてしまったんですが、とにかくなるべく早く喋るようにすると、それも1時間、まあ1時間以上ずっと喋りっぱなしだと、早口で喋りっぱなしだと、ご飯、まあ、お腹が減ってくるのです。不思議なことなんですけども、お腹が減ってきてご飯を多く食べるということになると、それだけやっぱりエネルギーを使ってしまった、脳がエネルギーを使ってしまったのではないかと思っています。それだけやっぱ大変なんだろうなと思うんですけども。ということです。まあ実際に、お腹が減るということはそれだけ効果があったのかなと思いました。例えば1時間まあ早口しゃべるのを5時間連続でとか6時間連続でとかした場合なんですが、どれだけもうでもそんだけ喋っていると後半、まあ、1時間ずっと喋るということもそうなんですが、どれがまあ正式に測ったわけではないですが、40分ぐらいするとなんか頭がボケーとしてきてしまうのです。そんだけ脳にエネルギーが向かっていないので、休憩したり、まあ、ストレッチをしてからまた音声を開始するんですけども、やっぱりそれだけ脳がエネルギーを使うということはダイエットができるのではないかなと思っています。ただ筋肉を分解してブドウ糖を作られてしまうのはちょっと抵抗があるなと思いました。筋肉じゃなくて最優先で脂肪を分解するというふうにしてくれればいいんですが、どうやら体はそうなっていないので、そこがちょっと気がかりなところなんですけども。